リンゴルフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、はるかです。はい、カメラマンの山ちゃんです。千葉県のラビスタゴルフリゾート、インスタで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ゴルフのプレーとかトークとかを楽しんでいただけたらなと思って始めてます。金土日の3本立てとなっておりますので、ぜひご視聴していただいて、リンゴルフミッションゲームといいまして、15マス、60ポイント以上で、天岐阜3000分をちょっとプレゼントしてますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。567終わりまして、はい、ミッションゲーム、はい、増えました。増えました。 OB クラブ紹介、サムネ撮影、このぐらいか、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。お、いいバランス。あ、でも運営紹介と質問回答はもう必須だから、じゃあ、イケポチャするしかないです。いや、違うでしょ。あ、でもボギーじゃない、ボギーパーはもうないの。パー取りまず2個取ったから、うわー、パー難しいね。バーディーかボギー。あ、そうだね。パーでも嬉しくないんだ。パーしそうになったらあざと外す。あ確かに。かまあワンパットもあるからね、うん。じゃあ本日のはるかちゃんの、はいはい、ウェアコーデの紹介をお願いします。ウェアは今日は全身マーク&ロナで届いてきました。確かに全部でもサンバイザーもあれです、うん、白くしました今日は、ホワイトコーデでもシンプルですね。なんかこうシンプル、結構ガツッ、強いイメージあるけど、はい、そう、なんかちょっと前までめっちゃ派手派手なのが好きだったんですけど、あ、そうなんだ、うん、最近はなんか割と落ち着いたのが、好きになりました。このキラキラは何なの、スパンコールなのこれ。そうです、そうです、すごい上品だよね、キラキラ。それね、うわ、めっちゃ凝ってるね、これ、一個一個塗ってあるのかな、じゃないですか、うん、すごっ。光が当たるとなんか天井がキラキラします。車の天井とかがキラキラします。マジっすか。あのミラーボールになれるウェアですそれ派手な人じゃん。靴かわいいんだけど、靴、そう、これめっちゃかわいくて、これゴルフシューズでしょ。そうです、ゴルフシューズです。あ、オールウェイズって書いてある。フレッシュ、オールウェイズフレッシュ、なんかナイキらしい。そう、お友達がお誕生日にプレゼントでくれました。なんかマスターズかなんかの時にケプカ選手が履いてたのと同じモデルらしくて、メンズです、これ。あ、そうなんだ。そう、私足大きいんでメンズも履けるんです。25センチですよね。そう、靴を扱ってたことあるから、ね、大体見れば何センチか分かる。なんかこれ応答がモチーフらしくて、ここになんかシール、この桃に貼ってあるシールが、え、すごい。そう、私こういうのあんま詳しくなくて、なんか剥がれてるシールついてるよとか言って、これシールじゃなくてデザインなんだ。そう、もうこういうとついてます。すげえおしゃれじゃん。そう、かわいい、めっちゃ。そう、かわいい、お気に入りです。はい。ありがとうございます。はい。ほう。頑張りましょう。上げてます。400ヤードのパー5ですね。はい。ちょっとロングだから。バーディー取りたい。違いない。バーディーかボギー。いいじゃん。おお。ナイスショット。まっすぐ。おお、これは期待できるんじゃないですか。良さそう。満足。残り187ヤードです。はい。5番ウッドで行きます。左足上がりだ。いいよ、これはいいぞ。ちょっとフェードして行くだけ行ったんですか。乗るんじゃないですか、これ。あ、まあ、手前ぐらいまで行きましたね。うんうん、おー、いいとこ、いいとこ、うま。よし、バーディー取るぞ。もう頭の中がミッションゲームのことでいっぱいですえ、だって取れるじゃん。あ、そっかそっか、バーディーかボギーだからね。確かに埋めたいみたいな。パーじゃダメなんです。ちょっと上げてますよね。うん、うん、いや、でもある意味レアっす。
ミッションゲーム的には取りましたからね。あ、そっか、確かに。今ね、ちょっと引っかかりそうって思ったんだよな。わー、ショック。なんか微妙。結局保温なんだこれ。パーパット上りのスライス、パーパットです。はい、あ、え、うん、結構いくやん。助けて。オッケーです。ありがとうございます。7。うわあ。あのティーショットからのダボです。もうボギーどころじゃなかった。ちょっとやっぱ調子乗ってましたね。そうだね。いけると思っちゃった。思っちゃいました。思ってた。どっかで。でもね、俺も思ったもん。いけるって。はい、まあ、 落ち込んでる暇はないんですよ。そうですね、落ち込んでる暇はなくて、質問回答やっちゃおうかな。質問回答、はい、そうだそうだ。どのくらい来てますか？3つ。3つ来てます。じゃあ3つ。じゃあ1人目、パターの時意識していることや考え方など教えてほしいです。おお、大丈夫、私に聞くことかな。あ、いいんじゃん。その別にレッスンプロではないから、うんうん、私はこうやいうイメージですみたいな感じで。補足とかする人いるじゃないですか。うん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 、私は補足しなくて、ただこうピンとボールのこの三角形のところに立って上りか下りか必ず見て、でピンの後ろに回り込んで、うんうん、スライスかフックかを見て、うんうん、で例えばあ、じゃあ上りのフックだとか思って。自分のとこ戻ってきて、そうに見えるか確認して打ちます。確かにずっと今日そういう風にやってたわ、うん、なんか時計回りっぽいよう な, なんかイメージだった。ぐる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 。そうで、あとあのボールのラインは必ず打ちたい方向に合わせて打ちますね、うんうん、あと私素振りもしないです。パターの素振りはしないです。あ、そう、すごそうなんです。気づかなかった。なんか素振りした時に、あ、ちょっと強かったなとかって思って、弱く実弾で弱くしすぎてちょろ、うんうんうん、足りないとかって、うんうん、そうよくあったんで、うん、そうなんかこう、あ、悩んじゃうってこと。そうだから、もうパッて思ったことをやるようにしてます、うん、え、こんな感じかな。もんあんまり ほぼないですね。めっちゃロングパッドとかだったら、まあこんな感じかなってやるかもしれないけど、なんかイメージ、ゴミをゴミ箱に投げるみたいな。完全フィーリングだ。あ、そういう時素振りしない。入る時めちゃめちゃ入るあれですよ。考えですよ。そうそうそう、素振りしないじゃないですか。しかもね、うん、なんかとんでもないとこ飛んでくってことはまあないから、なんかまあこんな感じみたいな、うん、じゃあです。次行ってみよう。2番目、ラビスタ。あ、なるほどね。はい、そっかそっか。写真が背景がその、うん、景色を出したからね。そう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 、どこか分かるかみたいな感じで。分かる人は分かりますよね。まあね。特に一回来たことがある人は絶対分かるよね。やっぱ印象的ですよね、うん、ラビスタは。印象的。ヤシの木が生えてて、この辺に、うん、正解。はい、おめでとうございます。3人目。さ、3人目、あの人。あの噂のあの人。あの人ね。友達でしょ。友達です。ちょっと言ってよ。スタイルめちゃくちゃいいですね。身長おいくつですか？知らせじゃん。知ってるでしょみたいな。ゆりんぼちゃんね。はい、ありがとうございます。友達のゆりんぼちゃん。はい、171cmです。はい、はい、ありがとうございます。ゆりんぼも高いですよ。うん、同じぐらい。うん、はい、じゃあそんな感じで、はい、質問コーナー、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございます。ラスト2ホールですね。はい、326ヤード、パー4です。結構左ドッグ、なんかあの左の赤い木ぐらいに打てればいいかな。ん、ひどい OB だ。
多分抜けてないと思います。全身かな。全身。さっきのミスは、うん、ご自身の分析だと何が原因でしたか。めっちゃカット打ちしてました、はい、絶対超何こすってる。あ、じゃあもう振ってる時にあれ違うなみたいな、うん、もう絶対右行くと思いました。あ、すごいこういう回転が。前音です。116ヤード、はい、8番アイアン。うん、乗れ乗れ乗れ。おお、また手前。なんで今の距離はいい感じだったの。うん、ちょ風風ってことにします。ね、いい当たりだったですねいい当たりでしたでもあれか、ちょっとシャフト変えてるから、うん、微妙にちょっと感覚ちょっとずれてるかもしれないね、うん、その自分の思ってる。そうですね、チップインチャンスってことですね。じゃあポジティブ脳天気とも言います。どういうふうに言われるんですか、みんなが脳天気なんですか。ね、悩みなさそうって言われる失礼、失礼だそれさ、言われた日こそ悩みになるんだよ、夜マジ。それが悩みみたいな、うんうんうん、そんなことでいいけどみたいな52度で、はい、プラチ。うん、よきよき。あとはあれをワンパットで入れなくちゃ。あ、でもボギーじゃ上がれないんだ。ん、何上がれないって。え、ボギーしかないの。あ、前音でした。そうだそうだ、うん、そうだそうだそうだ。今のが5打目だ。そうだ、6打目。今日多いねオッケーです。ちょっと入ったじゃん。ありがとうございます。トリだ。強いのかしら。もったいないのが今日はねえ多いですね、うん、残念でした。ラストホール、はい。あ、もう月がすごい出てきた。あ、最終ホール。最終。お、これは邪念がなければいい感じでねえバーディー。そうっすね、バーディー取りた。うん、ああ、でも広いよ一発目は。はい、全然。若干左ドッグ。ラストホールです。276ヤード、はい、パー4。最初しがさっきか右に行っちゃったからちょっとドライバーフェアウェイキープできるように頑張ります。ダフりましたけど、うん、でもまあ、まっすぐとりあえずはね、うん、もう結果重視でいけば OKOK、はい、っていう。距離も短いから次打てる距離だと思います。はい、147ヤード5番ユーティリティです。はい、うん、なんかあーカート道行った、転がって、いや、あのね、丘も越えてバンカー落ちちゃったかなみたいな感じ。はいダメです、悲しい。こんなに音叩き、まあまあ距離ありますね。うん、奥だし結構ある。どっちにしようかな、12かな、多分60ヤードぐらい。はい、52度です。はい、どうだ。ちょっと見えません。右に行っちゃったけど、うん、ちょっとこぼれたぐらいです。はい、ありがとうございます。ナイスです。これはピーコロの出番ですね。ピーコロかわいいですピーコロ、コロスケみたいな危なかったな、バンカー、はい、危なかったちょっとドキドキはしてたんですけど止まって、あ、よかったって思いました。よかったよかった。残り10ヤードぐらい、ピッチングです。おっ
お？やった！マジ？すごい。やった！入った。レモンパーです。バーディーじゃない。いや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 、ナイスです、ナイスです。あ、チップイン。チップイン。おお。ピーコロ。ピーコロ。ピーコロ。やった。ありがとうございます。はい。やりますね。最後の最後で。はい、って感じで、はるかちゃん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スコアは49です。やばい、うん、まあなんかこう噛み合わなかったなっていう。でもね、最後しっかり最後チップインいい感じで来たし、そうそうそう、撮るとこも撮ってたかなって感じは、うん、そうですね、まあ、ミスがあったけど楽しかったです。めちゃくちゃ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ミッションゲーム、ミッションゲームは17マスで68ポイントゲット。さすがです。うん、やった。でもやっぱね、17は超えないんだよね。そうなんですね。みんな17、そう、最高が17、そう、最高17、多分もう5人目ぐらいになってると思う。もうあとはわざとイケポチャするしかない。あ、ロストボールとかね。見事、はい、ゲットしました。ありがとうございます。一人ラウンドが初めてだったんですけど、なんかちょっと緊張してるなみたいな感じはほぼなく楽しく回れました、うん、あ、 ありがとうございます、はい、あとこのミッションゲームが結構私めちゃくちゃ楽しくて、なんかミスしてもマス濡れるからラッキーみたいな感じでポジティブに回れて楽しかったです。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ございます。もうちょっとね、いいプレー見せたかったなってとかちょっと本音でありますよね。ミスやばかったです、本当に。 OB とかしてるし、うん、まあ、ちょっとまた別の何かで、うん、まあ、もしあの出てもらえたら嬉しいなと思ってるんで、はい、ちょっとその時にリベンジを果たしてもらう感じで、はい、練習しておきます。じゃあそんな感じで、まあ、今回ははるかちゃんのラウンド動画でした、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。